どうも皆さんこんにちは、エルザです。それではスプラトゥーンですね、アップデートが来たので情報の方を見ていきたいなと思います。まあ、11月30日10時からアップデート開始というところみたいですね。更新データも 6.0 と、まあね、新しいシーズン向けて着々と情報が公開されてるとこですね。まあ、結構ね、楽しそうな要素多かったよね。じゃあちょっとね、中身見ていきたいなと思います。はい、更新ページの方に来ました。まあ一つずつ見ていきたいなと思います。まあちょっとね、弓の視点とかも入れつつね、話ができればと思いますね。で、まあメモリープレイヤーが互換性なくなりますよという話と、あとシーズンのカタログに関する連絡がまず来てますね。まああれだね、ギア2つなプレートってめっちゃまた増えるんやね。このあたりがね、ちょっと欲しいのまだ来てないからな、ちょっと考えもんだよね。あとは番外邸とネギトロ炭鉱の追加、ここもねちょっと楽しみだよね。今までと違うところと1のリメイクってところもね。あとは新たなスペシャルウェポンが2つ追加されたね。まあ、昨日新しい情報が出たっていうところで、これも楽しみだよね。スパチャクが増えるからね。で、次が登場したのでサブウェポン、スペシャルウェポンの組み合わせが異なる武器が9種類追加されますと。まあ9種類出ましたね。あとはお頭鮭の城が襲来、あとはナーバトラーのカードが追加されましたというとこですね。で、武器地ライセンスがね、なんかいろいろ仕様が変わるみたいな話なんで、まあこれは後ほど見ていきましょうか。1枚もらえるんだね、一応ね、プレゼントとしてね。まずは対戦に関する変更っていうのが来てましたね。まあ、対戦中に流れる曲が2つ追加と、あとはスペシャルウェポンの追加というところだね。で、スペシャルウェポンに関してはウルトラタクチと墨流しとの2つが追加されると。で、ウルトラタクチは動画でも流れてたけど、まあね、スパチャックの強化版っていうので、やっぱ生み出した2つのインクの拳を飛ばすっていうところだよね。飛ばすっていうか、まあ地面に叩きつけてるんだけど、自分の前方に対して爆発してたから、これがね、結構壁越しっていうか、ちっちゃい壁だと自己率が上がるっていうか、ある意味強力だなぁと。あと、なんかこの、拳と本体の当たり判定がね、別々になってる感じなんで、着地狩りされてもね、まあ、ただで終わらないというところが、新しくね、強化されたところかなと思います。で、続いて、墨流しシート。まあ、これは、PV が出た時にかなり紹介されてたけど、まあ、ここら辺も詳細が出たというかだね。まあ、投げつけた装置からインクシートを発生させ、視界を遮りますと。で、それが触れた相手に対してダメージを受けるとともに、しばらく色が落ちて見えるようになると。この色がね、どれだけ厄介かっていうところだよね。色覚サポートだったりとかあると思うんですけど、そこが、まあ、どうなるかと。で、このスペシャル2つに関して言うと、ちょっと弓からするとしんどいんじゃないかなと思う。あの、ウルトラ着地に関してはさ、一つだったら着地狩りはできると思うし、まあメガホンとかもどうにかできるかなと思うんだけど、多分スパチャクの効果でボムが消えるっていう性能が変わってなければ、まあデコイチラシは散るっていうところがあるよね。あとは、まあ、三つ破壊できるかどうかにもよるんだけど、本体と拳二つを破壊する時間ってめちゃくちゃ短いんで、まあ、高確率で本体だけ削っても、ちょっと被害は出るかなっていう強力なスペシャルになったんじゃないかなと思います。で、墨流しシートに関しても、大体の予測で狙うってことはできると思うんだけど、まあ、人をよく見て狙ってる人か、あのポジションだね、ポジションに対して感覚で打てる人なのかによって、この墨流しシートの対策のしやすさっていうのはめちゃくちゃ変わるんじゃないかなと思います。個人的にこの墨流しシートが対策として押し込まれた時はすごくしんどいんじゃないかなっていうスペシャルになってますね。ウルトラ着地はね、もう逃げる一択かなと思います。はい。で、新しい武器の追加に関して構成が全部出ましたね。ボトルホット、エスブラとかいろいろ出てますが、まあね、賑わせたのはジムワイパーかな。いい意味で。スプマニもね、ウルトラ着地ついたからここら辺も楽しみだよっていうところだよね。で、なんだろうな、逆の意味でっていうか、あと、ちょっとね、ジムで薄くなったけど、エスブラがやっぱり、こう攻撃面というか、ブラスター種の中でも攻撃特化になった感じになって、すごく凶悪な感じがするよね。ホットブラスターもこれもこれで、
後ほど強化の部分見るんだけど、強化されてるんで、ちょっとねブラスターがもしかしたら人気というか出てくる可能性は高いなと思ってるね。まあでも弓としては正直そのスペシャルとか結構遠距離系が多い、いいところだし、ちょっとねしんどいシーズンになってくるんじゃないかなと思ってます。はい、続いてメインウェポンの性能変更ですね。まあクロトロングモップリングザミナーが強化を受けたというところです。クロガロンインク消費量が軽減されたのでかいね。まあ帝王以下の頻度がねちょっと増えるんじゃないかなと。頻度が増えるのはちょっとねやばいよね。今でもなかなかしんどいからね。まあロングは塗りだね。塗りが 15% 大きくなりましたと。でモップリンは消費量インクだね。まあちょっと塗り特化というか、まあメイン当てれる人はうまいからね。これをこれで対面の回数というか攻撃回数増えるからいいんだろうね。あとイグザミナに関しては弾を落とす飛沫の数を増やしましたと。これ多分飛んでいってる時に何個落ちるかみたいな感じだよね、飛沫がね。弓とかで言うあの飛沫の数だと思います。もうより塗りやすくなったんじゃないかな、イグザミナをね。はい、続いてはスペシャルウェポンの性能変更ですね。まあサメライトの強化来てました。ウルトラ着地が来た時にか、あの、性能が被るっていうのがあったんでね。ちょっと心配されてましたが、やっぱり来ましたね。発動した後ダメージを受けなくなるようにしましたということなんで、ちょっと発動までの間だよね、あの使ってブーンって走るまでの間短縮できるのでちょっと借りづらくなったんじゃないかなと。まあでも相変わらず発動後硬直時間があるのでそこは変わってないんで、サメライド使用後は狩られるっていうのは変わらないんじゃないかなと。とりあえず使う時に死ぬっていうことが減るんじゃないかなと思います。まあこれはこれで面白いね。サマランとかしてる人からするとかなりありがたいアップデかもしれないね、これはね。で、一部スペシャルの必要ポイントを下げましたと。今回増えたものはないんだね。全部減ってるっていうことです。ガンガラマッチに関する変更。ここら辺からね、結構来シーズンの X パワーだったりとか、チャレンジに対するイメージが変わってくるのかなと思います。まあ、バンカラマッチの変更からまず見ていきましょう。まずバンカラマッチのチャレンジで挑戦終了時連続勝ち抜き数を表示するようにしましたと。まあこれはどんだけ勝ってますよとかそういうところだよね。でこれが5勝し終えると増えていきます。なので結局5勝2敗とかじゃないと乗らないってことだよね、勝ち抜け数がね。で挑戦3敗し終えた時の他にシーズンが切り替わったり昇格戦に挑んだり腕前リセットしたりするとゼロに戻りますと。うん、だから3敗しない限りは5勝し続ければちゃんともらえますよっていう表示みたいですね。でこれが出たのはあれかな、多分画面の継続とかどういった人が味方に来てるっていうのを載せてなるべくこうチームを組みやすくするとかいうところだと思います。弓でね5連勝とかしてバンからこう次のセットとか行ったりとかあるんだけど、結構勝ってもね味方残ってもらえないのよ。いやそういう意味では指標として面白いなっていう、これはちょっとねあこういうことするんだっていう気の利いたアップデートだなと思います。まあ試合開始時にあとは両チームのプレイヤー登場する画面でプレイヤーに勝ち抜け数に応じたマークが表示されると。だからこれ多分あれだよね、2でいう油が乗ってる状態、あの登場時にピタピタ光るやつ、あれと同じ仕様なんだろうね。それがマークとして出ると。これ油乗ってるのね、意外とね2してない人分かんないとテンション上がるのよ。いやそれはねすごくいいなと思う。これは確かになんでなくなったんだろうなっていう仕様だったもんね。で3つ目バンカラのチャレンジで5勝で挑戦を勝ち抜けた累計回数によってバッジがもらえますと。どうなんだろうね、1回2回3回5回とかなんだろうね。多分5回25連勝ってなかなかよね。これもねちょっとマッチングの仕様が変わんないと本当に腕前がある人じゃない限りは難しいだろうね、バッジはね。でも信用性はありそうなバッジになりそう。じゃあ続いて X マッチに関する変更を見ていきましょう。 X マッチがねこれもねこれでねめちゃくちゃ変わったんだよね。でまあ不透明なところがあるんで、まあここで話してることは確定ではないというふうに思ってもらえるといいかなと思います。まずマッチングの仕組みを変更し、これまでと異なる武器の組み合わせでも対戦が成立するようになりましたと。
いうところなんですけど、これがねちょっとね僕の中ではどっちっていうのがあって、そのマッチメイクの仕組みが変更っていうところなんだけど、多分ミラーマッチが継続されてるのかどうかっていうのは書かれてないんですよ。マッチメイクの仕方、よくあるのミラーマッチの中っていうところなんですよね。でこれまでと異なる武器の組み合わせで対戦が成立するようにしました。例えば弓だったらバレルとかハイドラ、クーゲル、弓のミラーマッチになってたんだけど、このマッチメイクの仕組み自体が例えば後衛は2枚以上組ませないようにしましたっていうだけなのか、それともそのミラーマッチの枠内が増えました、あのその中身を変えました、だからトラストとかになってたらここにイグザミナーが入ってくるとか、まあいろいろ仕様があるかなと思うんですけど、それなのか単純にバンカラマッチと同じ、まあ前作だね、スプラ2と同じマッチングをバラバラにしましたっていうところなんか、ね、本当パワーだけ近づけたっていう風にしたのかっていうのがちょっと気になるところかなと思います。ここがねちょっとねまだ何とも喜びが言えないところ。まあミラーもいいっちゃいいんだけどね、対策が考えやすいっていうのがあるんだけど、まあいろんな問題もありましたからね。で次、 X パーが2000未満のプレイヤーと2000以上のプレイヤーは互いにマッチメイクされないようにしましたと。これね、これもうあれだよね、仕様上今まではもうパワー格差がありましたってもう言ってるようなもんだもんね。でそれが不満のもとだったのでまずはやめましょうという、あとは運営側が2000っていうラインをちゃんと作ったっていう意味では、まあこのあたりなんかスプラ2のね昇格戦というか翌月のパワーがね表示されるようになって良かったんじゃないかなと思います。まあ2000未満ってなると降格対象だったからねスプラ2はね。でまあ、2000以上は X マッチそのまま継続ってこう綺麗な分かれ目だったんで、まあ、そういった中でマッチングに差が出ないっていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ、2000以上は2000以上で当たる、だから1900に落ちたら、まあ、その人たちと当たると、だから1900だと1500から1900、まあ、2000未満と当たるってことか、500ぐらいの差でマッチングするようなイメージになりそうな気はするね。で3つ目、挑戦終了時に変動する X パワーの最小値を大きくしましたと。また変動する X パワーの最小幅が挑戦開始前の X パワーとその挑戦の勝敗数に応じて変わるようにしましたと。こうなんだけど、変動する X パワーの最小幅が開始前の X パワーとその勝利数に応じて変わるようにしましたと。まあ、これは多分一般の例だろうね。まあ、例えば0勝3敗だったら75、2500未満の場合はね、で50、25と、これ固定じゃないだろうねさすがにね、ちょっと固定だと怖いもんな。まあ3勝2敗とかになるとプラス25と、めちゃくちゃいいよね3勝2敗で、だって今まで10だよどんなに頑張っても。まあ3000のこのくらいのパータイのイメージだもんね、正直2000とか2200、2300でもこれぐらいのもらえる数値のイメージがある。でもそれがパワーが2500未満だと、まあ、抜けやすいようにという意味で75の振れ幅があると。で2500から3000になると45なんだよね。なんかここら辺がちょっと最低値が変わったっていう印象かな、ここがね。まあ、でも3勝1敗で30ってさもらえないよ3勝1敗でむしろこっちだもんね今自分がやってる配信とかね。最近よく30をもらえるようになったけど、3勝1敗でも20とかだったけど、まあ15に近い数値だなと思う。でまあ3000以上になると、まあマイナス20からプラス20と、これは上の人たちがやる上ではモチベとしていいかもね。対象値はもらえつつ最大値も20っていうところは、いきなりこう下がりすぎるってことも減るんじゃないかなと。ただこれが最初に出てきたマッチングのこのパワードね、このあたりとどう左右してくるのかっていうところは気になるかな。でそれに伴って X パワーが2000以上に達した時にもらえるバッジが追加されたと。あとは2000以上の状態で対戦を勝ち抜けた累計回数でバッジが増える。だから X マッチのバッジとバンカラのこの累計の数のバッジは別物っていうところだね、マークが変わるんだろうね。あとはシーズン終了の X ランキングの順位によってもらえるバッジが追加されましたと。でこれ思ったの、5万位から入るんだよね、5315 3151、ここ300位入らないんだねまあでもトップ100でもここ良かったかもね、トップ110とかね。でもそんな感じでバッジがね変わるってことは、
これだけの種類あるでしょ。ちょっとデザイン楽しみだよね。デザインは単純にいいなと思う。でまあこれに関しては追加された X マッチに関するバッジは初めて獲得条件を満たした時にグループ、アロメ、ヤコのどちらかに所属していたかによってデザインが変更するようになりました。これねそう X マッチね今までマッチングしてるんだけどヤコでやってる人もいるんだよね日本の方でね。まあいろいろあるんでしょうけどね。だからそれにバッジの種類が変わるデザインが変わるっていうのはいいかもね。海外遠征する人いるんかな。アロメ俺取ったからもうヤコやるわ、ヤコのバッジ欲しいからっていうのも逆に増えそうな気がするけどね。はい、っていうのでまあ主なバトル関連の話はここまでになりますね。まあそうだね、武器サブスペ、環境が大きく変わるとともにそもそもマッチングに関する変更も行われるということで、まあねちょっと期待値が高いアプデになったんじゃないかなと思います。まあ、結構ね僕もどっちかというとガチマッチをする方が多かったんで、これはね意外な変更だなと。まあ改正に関する話は一切ないんだけどバトルに関してはこういうテコ入れをしましたっていうところだね。ただこれ気になってるのがまあいろんなスペサブが出てきたりとかそこはもう全然いいんだけど、ここその下げ幅上がり幅が大きくなってるのよね。こう75ってなった時に今環境的にすごい利的とか、まあ本当プレイヤーの人間性に関わるところが多くて1時間に1回下手したら利的にあって3連敗の元になってるとか結構ね多いんすよ。なのでここがまあプレイヤーの質に関わってくるところの影響がどうなるのか、まあねプレイヤーの質が変わらないとねこういうことをしてもいつまで経ってもいい環境にはならないってところがあるからね。なんかこれでそういった人たちのモチベが上がってスプラ全体のね環境が良くなるといいんじゃないかなと。まずそこだよね。うん、そこに繋がってくれると少し嬉しいなと思います。本当ね、利敵が多すぎてしんどいので、あんまり痛くはないけどね、露骨なのが本当増えたので、ちょっとこのあたり、なんかね、いい方向に動いてくれると嬉しいなと思います。はい、続いてです。ちょっとね、サモランに関する話も今回していこうかなと思います。なんだかんだサモランちょいちょいやってますからね。で新たに発見されたお頭が追加されましたとジョーがやっときますね。これもビッグランに合わせてっていうところかな。あとは支給される新ウェポンに帝王イカとウルトラ着地。帝王イカかっていうのもあるんだけどこれね金いくら運べるんやろかね。これ運べるんやったらまあでも1個だからな。タワーとかゴリ押しするには強いかもね。まあ、ウルトラ着地もね、どんくらいか。まあ、カゴ回りとか強そう。味方にはジャンプできないからね、カゴ回りの処理はいけそうだよね。まあ、ただ、ヘビとか、タワー、鉄板に当たって、デスする未来は見える。で、次、スペシャルエポンの地球に関して変わりましたと。まあ、これでスペシャルの数が増えすぎるので、出ないスペシャルがあるよね。ってことで、必ずジェットパック、カニタンク、メガホン、ナイス、トリプルが、2つ支給されると。まあでもこれはしてもらえないとねばらつきはあるだろうね。そうだね、カニタンク、そうだね、これカニタンクは本当使い方が分かるかどうかで変わりそうだよね。個人的にメガホンが高確率で引けると嬉しいけどね。でビッグランに関しては金銀銅の置物を入手するための必要なハイスコアを開催ごとに固定。おお、これめちゃくちゃいいよね。いろんな問題あったからね。でビッグランが開始するときにバンカラ上で発表するようにしましたと。だから、まあ、今回のビッグランに関してはこのスコアですドンって出てそこに行けば金がもらえると。だからハイスコアが、まあ、200何歩とか目指す人たちはもうプロだよね。でも 5% を目指そうってなった場合にやっぱそこまで行けないっていう人も、まあ、時間を取れないっていう人もいるからこれに関してはすごくいいアップデだなと思います。これね、もうだって最初のビッグランの頃からずっと言ってたからね。それ考えると、まあ、ここはね、やっと来たかっていうのと、まあ、ビッグランがね、より盛り上がるまあ、要因になればね、いいんじゃないかなと思います。で、いつものバイトでステージや支給武器が切り替わった時、切り替わった時のステージの対応するバッジを持っている場合、これまでより高いバイト評価からスタートするようになりましたと。だから、持ってるバッジによって、
そのマップだよね、攻略してるマップごとにスタートが変わるってことでしょ。これめちゃくちゃいいよね。だからまあ例えば僕荒巻とか金バッジ持ってるけど、持ってるやつは400スタート、筋子も400言ってたっけ。だから400だからマックスまでやってたから、まあ、ここ2つ筋子と荒巻は400スタート、ただ他のは銀とかだったりすると銀スタートいう感じで、まあスタートダッシュが切れてカンストまでの時間も短縮できると、6、7時間しなくていいと。だから普段からこう積み重ねてればさ、そのうちカンストが行きやすくなるっていうか、そのね土台が出来上がってくるわけだから、これはすごくいいよね。ただそれ以外に関してはまあ40スタートですよという話だね。まあこれはすごくいいよね。まあやっと来ましたかっていう感じ。まあバッチで揃えれるんだっていうのシステムもちょっとねびっくりなんだけど、まあこれはなかなか面白いよね。まあでもなんかネットに関するその回線に関する話はなかったけど、まあそもそもバトルの仕様から変えていきましょうっていうアップデートが多かったんで、まあガチマッチ、まあ、サモランもだね、まあ、サモランをこう常日頃から頑張ってる人たちに対してまあ少しでも恩恵とその目標を狙いやすいっていうところかな。ただまあ問題としては X パーの価値がどうなるんですかっていうこの話は出そうだね。なんか話題でね、違うゲームでもこのパワーのインフレが起こった時なんかたびたび話題出るっていうところあるけどね。まあ X パーを上げることに関しては正直意味がないっていうことはないか、価値が下がるってことはないかなと個人的に思ってるので、まあ運営もねこれによってちゃんと適正のね、自分の目標を達成できるように頑張ってくださいっていうアップデートの方法だと思うので、まあ数値の基準というかね、2500と2500と3000がやっぱ一つのボーダーっていう考え方みたいだしね、ここの数値を見るとね。なのでまあ運営から出された数値はまあ意味があるし、まあ、そこに意味つけるかどうかは自分たち次第というところでね、あまり周りの耳を気にせずやってもいいのかなと思いますね。ちょっとそこだけがなんかすごく上がりをね、スプラス3になった時からこの話は毎回出るけど、価値がってなるけど、まあそこは個人の目標なんでね、個人が価値高いと思えばいいんじゃないかなと思います。まあでも楽しみだね。はい、ということでね、結構ねちょっと長めとなってしまいました。あとちょっとねいろいろとね今回画面見ながらガンガン動かしてたんでちょっと見づらいところもあったかと思いますが、あね、こんな感じでアップで来るんだなとみんなでワクワクしてまた次のシーズン頑張れればと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。な他にもねゲームあとスプラの解説もやってますので、よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。